山寺です。酒場をね巡りたいと思います。では行ってきます。これからですね、先ほどねちょっと行ったお店で、笑顔さんね、立ち飲み笑顔さんのねお客さんに教えてもらった、門寿司さん、立ち飲みやってるらしいんですよ。こちらの方にですね行こうと思っております。まだですね時刻はですね7時半ですね。過ぎたとこなんでまだまだ空いてると思うんで、これから行ってみたいと思います。門寿司発見しました。世界一立ち寿司って書いてますよね。ちょっとねお客さんいっぱいなんでね入るかどうか分かんないです。天然のハマチマグロの刺身が200円とかありますよ。これはねぜひね行かないといけないですね。ただねちょっといっぱいなんで入れるかどうか分かりませんけども、ちょっと入ってみたいと思います。ではまずはですね焼酎の、水割りをいただきたいと思います。焼酎です。いただきます。大丈夫です。入ってませんから大丈夫です。こちらねすごいいいお店で、立ち飲み屋さんでですね、ポンポンちゃんレイガランさんがねちょっと来てた店でね私来てますけども、入ってませんので、これ見てもらえば分かると思うんですけど、入ってたらモザイク入れますし大丈夫です。ご心ご安、ね、全然大丈夫です。まあ、別品さんやから入ってもってもいいんですけど、まあまあ入れませんので大丈夫ですよ。ということでね、フレンドリーなお客さんが多くてすごく楽しいお店です。本日の、ね、サービスということで、ね、天然ハマチの作りが200円、安くないですか。これはすごい安いですよね。だからもう他にもね安いものがね目白押しにあるんですよ。なんかここはね塩だけでもね、アルゼンチンやパキスタンやポルトガルやアフリカとかね、いろんな塩が種類があります。でね私ね今ねこの200円のハマチの刺身、こんな肉厚のハマチが200円ってすごいですよね。これはもう大サービス品やと思います。とりあえずいただきますよ。厚切りのね、厚切りのハマチ、これすごいでしょ。この厚切り絶対美味しいの分かりますよね。これちょっとわさびをつけてですね、これでいただきたいと思います。いただきます。マサめっちゃうまい。これローストビーフ最高でしょ。こんなめちゃめちゃ美味しいですよ。ほんまにすごい。ここはこれはねほんまにね笑いが出ますよ。美味しすぎてハマチ、やっぱりお寿司屋さんですね。美味しいほんまに。しかも肉厚でね、厚切りでしょこれ。見てみてください。マスターそっち行っていい？タバコ吸いたいんだけど子供がおるから。最高やわ。あっち行っていい？タバコ吸いたいんだけどな、子供がおる。いやほんまに楽しい酒場ですわ。お寿司屋さんですけどね、美味しいわこれほんまに。生もんここ最高やわ。うん、ね、寝屋川っていいですね。私ちょっと初めてねこの寝屋川のね飲み屋さんの雰囲気を味わってるんですけども、すごいレベルが高いです本当に。うん、ほんまにいい。最高。最高すぎますわマジで。うん、うまいわ。何これ、珍百景ですねこれ。うますぎて。こんな天然のねハマチが200円ですよ。安いでしょ。ほらね、せんべろできますよ。だってこれね、焼酎これ300円で、ハマチが200円、今で500円、ワンコインですよ。私はこれで帰りませんよ当然ね。まだまだ飲んで食べますよ。とりあえずね鶏の皮を食べました。鶏皮。カウンターにはねこういう美味しそうなね惣菜がいっぱい並んでます。高いの。
かね、メニューを見てもね、いろんなものがありますね、ほんまに、うん、牛タンとかもありますね、カニ味噌、牛タン、クラゲ、シカの刺身、サーモンのサーモンサラダ、これ絶対私ね、サーモンサラダ、これ後で多分食べると思いますよ。サーモンのサラダですからね。サーモン山寺も山寺めちゃくちゃ好きなの分かるでしょ、これ多分食べるでしょ、間違いなく。あとね、お腹の余力がね、ちょっとここ2軒目なんですよ、私2軒目なんでちょっと分からないですけどね。ありがとうございます、すいません。熱々のね、今鶏皮来ました。ちょっとね、アングル変えてね、お見せしますよ、うん、鶏皮が来ました。これも絶対美味しいですね。いただきます。うまそう。ね、鶏皮を甘辛く煮たやつ、うん、めっちゃうまい。これ山であって鶏皮大好きなんですよ。で、ね、もうこれの鶏皮です。うまいっすよ。もう大将キャラがいいですね。キャラクターが最高、いいですよ。いやありがとうございます、ほんまに。もうほんまにまたよろしくお願いします。はい、2杯目です。でここも美味しいです。ほんでね、美味しい。違う、刺身がいいっす。もう最高に、うん、もうネタがいいです。うん、また後でお寿司も食べますけどね、絶対美味しいでしょうね。サーモンサラダ来ましたね。これね、何食べるって、ね、おっしゃってるんですけどね、マヨネーズか、オリーブオイルとかですけども、私はねちょっと変わってるんで、もうね醤油でいきたいと思います。これ、ね、スプレー醤油、これね、スプレーの醤油、ピシッピシッピシッと、こんな感じでちょっといただきたいと思います。絶対美味しいでしょ、これサーモン。見るからに美味しいの分かりますよ。しかも380円ですよ、このサーモンね。ちょっとね、もうサーモンガサッといきたいですね。ガサッといただきます。今日のスモークサーモン風の感じ、スモークサーモンかな、美味しいです、間違いない。こんなもんね、酒進むの当たり前だろ、クリッカーです。最高、ね、いいお酒ですわ。ちょっとね、もう私酔っ払ってきました。ちょっとね、締めにね、お寿司を頼むかなとちょっと今考えながら飲んでます。もうだってね、もう8時半ですもんね。いい時間になってきましたよ。最後めっちゃね、このもうサーモンサラダうまくて、うん、最高や。これね、塩にこだわってるのかな。このヒマラヤ岩塩なんかもありますよ、こんな塊。すごいですね、うん、これは何にかけて食べたらいいんやろうか。やっぱイカとかそういうやつですかね。イカには合いそうですね、塩っていうのはね、うん、富士湖はね、いいです、確かにいいです、ね、僕はね、あそこはまだないけどね、いつも天王寺の行くんですよ、スタンド富士の方に、うん、あそこ の盛り合わせがすごいですよ、刺身がね、安くてすごい豪華な盛り合わせです、うん、お寿司来ましたね、サーモンと焼きアナゴとうなぎです。
これはもう絶対美味しいサーモンですよね。この刺身見てもらったらもう分かりますよね。間違いないです。これをねちょっといただきますわ。いただきます。めちゃめちゃ美味しいサーモン。八角はないの。八角。変でしょこれ。あれ。言うて。こんな美味しいの。あかんやん。ええわこれ。次ね。アナゴの軍艦。これはかなり美味しすぎます。ネアガは最高です、ほんまに、最後ですね、このうなぎ、これも絶対美味しいですよ。これやばい。いただきます。ハム、これさっき呼ばれました。絶対200円だからないでしょ、天然ハマチはね。ねね、すごい、あっという間ね、美味しかった。ここはでもすごいですわ。ここはね、ほんまにね、最高ですね。はい。行ってますよ、もう2000件ぐらい行ってますけど、皆さん2000件ぐらい行ってますけども、ここいいですね。さっきの笑顔もさんもいいですわ。あそこもちょっと、すごい、すごいですね。いやもうほんまにこれ以上のところは他にあるのかなっていうぐらいいいですね。あの茅島も行くんですよ。茅島もね、茅島も行くけども茅島もいいですよもちろんね。でも寝屋川市もいいですね。茅島は昼飲めるんですよね。のんきとかね、シラクさんとか、よってけさんとかね、タイアンさん、あと、あれやってますよ、やってますよ、タイアンさんやってますよ、あと、大丸屋さん、朝か、大丸屋、大丸屋、大丸屋さんってあるんですよ、はい、あります、あります、朝7時から飲みますから、まあ、朝7時から飲むことないと思いますけどね、僕はね、結構夜勤明けとかあるんで、だからそのままこう朝から空いてるとありがたいって。茅島ニアガンっていうのは結構朝とか飲めないです。昼も空いてないですよほとんどね。多分あるんですか。 あるんですか。それはあれ酒屋さんとかそういうところですか。あー分かりました分かりました。行ったことあります。定食もあってね。はいはい、わかりました。だからまあ結構だからこの寝屋川っていうのはすごいいいなと思いましたね。この駅の反対側にも立ち飲みあるのは知ってるんですけど、まだ行ったことないんですよ。はい、8軒そんなありますか。寝屋川に8軒立ち飲みもあります。でもただあのオープンするのがやっぱ夕方ですよね。3時から空いてます。立ち飲みですよ。さすがよくご存知ですね。あ、僕も立ち飲み好きなの。立ち飲みっていうのはすごくいいんですよね。このお客さん同士でこう会話できるしね、会話もできるし楽しいじゃないですか。あ、そうです、わかります。立ち飲みはね、居酒屋さんだとそういうわけにいかないですけども、突き出しられるとそうそう、なかなかちょっとね、まあ、ちょっと申し訳ないような感じがして、僕もそれはね、そういうの見方できないんで、それ昔立ち飲みっていうのはは、そう、もうそれで。
もうそれで OK ですよ、はい、それが立ち飲みの良さですよね、うん、今ですね、角寿司さん行ってきました。ここはね、もうね、お客さんが人情味あふれるお店でね、最高でしたわ、ほんまに。でね、値段がなんとね、あれだけ食べてですよ、焼酎だけでも3杯飲んでるんですよ、1940円。お寿司も食べてね、どんな値段なんですか、おかしいでしょ。ハマチの刺身も食べてね、お寿司も3貫、うなぎとアナゴとサーモン食べました。ほんでサーモンサラダも食べました。安いでしょ、ほんまに。大丈夫ですか、ありがとうございます、本当に。ということでね、もしよろしければですね、チャンネル登録していただくとありがとう、嬉しいです、嬉しいです、ほんまに。チャンネル登録よろしくお願いします、それとですね、いつもね、私の、動画を見ていただいている皆様、本当に感謝いたします、ありがとうございます。ということで、ね、この辺で失礼したいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございます。